ライオンズゲートの最終日はみんなで月の光を浴びて豊かさのエネルギーでお浸しになりましょう。運が覚醒する金運上昇チャンネルの高見です。金運上昇チャンネルにラインアットができました。金運が上がる特別な7つの特典をプレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。ライオンズゲートの扉が開いている最終日、水瓶座の満月が重なり豪華な最終日となります。豊かさ、繁栄、成長などのエネルギーが宇宙から注がれていたわけですが、水瓶座の満月ではさらにお金が満ちるエネルギーも重なりますから、豊かさやお金に作用する働きが増すライオンズゲートの最終日になります。また満月はだんだん欠けていくところから手放したいものを手放すことにもいい日です。今回は自分にとって必要なものを受け取り、手放したいものを手放すスペシャルな満月になるようです。満月のパワーはすごくて、アクションした方の体験談がとても多い吉日の一つです。最近いただいたものでは、満月のアクションをした後に月々の養育費がもらっていない月が分かり、もらえることになった方や、アクションの後寝ている間に大きな仕事が2件、そして通常よりいい案件が2件、合計4件の仕事が入ってきた方、この方は大きな仕事は一度しか入ってきたことがなかったそうで、驚きを隠せませんというコメントをいただきました。すごいパワーですよね。他にもまだまだたくさんあるんですが、そんなパワーある満月にライオンズゲートが重なりますので、金運上昇にはとても熱い一日になりそうです。まずはじめに龍神様のつながり、場を清めるティンシャの音から始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。はじめに今回どんな満月かをお話して、金運を高めるアクションについてお伝えしていきますね。水瓶座満月のキーワードは自由、解放、人間関係の整理、独立、新たな環境づくり、前衛的、革新的といったキーワードがあります。何かが終わり、新しい何かが始まるようですね。そして前衛的、革新的というキーワードからは、想像もつかないような新しいことがやってくることが予想されます。手放したいものを手放して、増やしたいものを増やす、今回の満月は何が必要で何が不要かという見極めや現状の整理をすることで、より変化、進化のスピードが速くなるようです。竜のようにすごい勢いで現状が変わっていく方もたくさん出てくると思います。新たな環境づくり、人間関係の整理などがキーワードですので、これからあなたが活躍しやすいように環境を整えていく時のようです。ライオンズゲートのエネルギーによって強制的な変化、新しい場所へと変化を迎えるようなんですね。そんな満月の日におすすめのアクションは、これからの自分、今の自分を見つめ直し、必要なもの、不要なものを明確にすることです。おすすめのアクション、一つ目は手放しリストを書くです。小学生の時はランドセルを使いますが、卒業したら使わなくなるように、今のあなたのステージと次のあなたのステージとでは必要なものも変わってきます。月のエネルギーが満ちて、これから欠けていく満月は手放しの力もパワフルなんです。今の環境の変えたいところ、自分自身の内面を変えたいところ、考え方や心の癖でなくしたいと思っているところなど、手放しリストに書いていくことがおすすめです。ライオンズゲートの変化のエネルギーと満月の手放しのエネルギーが強力に消し去ってくれます。いつも迷って決められないところ、失敗が怖くてチャレンジできないところ、人の目を気にしてしまうところ、上司が怖くて言いたいことが言えないところ、ついついドーナツを買ってしまうところなど、これからの自分にはいらないと思うことを手放しリストに書いていきましょう。書き終わったら、リストに書いたことが粉々に砕けてなくなっていくことをイメージしながら、ビリビリと破いて捨てます。これであなたから離れていきます。ライオンズゲート以降、身軽に羽ばたくために、いらないものは心
ここで落としていきましょう。他にもスマホやパソコンのデータの整理、お財布のお掃除や整理なども大吉の日になりますし、どれも金運に関するアイテムですので、不要なものを手放してしまうことはおすすめなんです。二つ目におすすめなのは、ビューティータイムを取るです。満ちる力の強い満月の日ですので、潤いを与えると吸収され増えていくエネルギーで満ちていく日なんですね。ですので浸透するタイプの美容にはぴったりの日です。化粧水や美容液をたっぷり使うことやシートマスクなどはすごくいいですし、トリートメントをひたひたに使うエアオイルで保湿する、ボディークリームでたっぷり保湿など、そういった入れ込む美容も特におすすめです。反対にたくさん食べると吸収してしまうので、食べ過ぎには要注意の日です。三つ目のおすすめのアクションは、定番のお財布フリフリです。お財布の中を空っぽにして、いらないものを捨てて、それからお財布を月の光に当てます。もし曇りなので、お月様が見えない時でも満月のパワーは届いているので、安心してやってみてくださいね。このアクションは本当に臨時収入のご報告が多いアクションですので、ぜひやってみてもらえたらなと思います。今回はライオンズゲートのエネルギーと重なりますので、めちゃくちゃおすすめです。4つ目は月光浴です。ライオンズゲートに満月と宇宙からのエネルギーが凄まじい日になります。こんな日はあなた自身も月の光を浴びて、そのエネルギーで全身をひたひたにすることが一番の金アップアクションです。豊かさ、繁栄、成長、美容のエネルギーで自分自身を満たしましょう。この高次元のエネルギーを浴びると、本来の自分や心の奥底で直接エネルギーを感じ取るので、自分自身の才能がニョキニョキと芽を出したり、自由に自分を表現したり、セルフイメージが高まります。豊かさのエネルギーと満月のエネルギー、同時に浴びられるのも豪華ですよね。シャワーヘッドから美容液が出てくるような豪華さです。ちょっとわかりにくかったらすいません。今回の水瓶座満月は8月12日の10時36分頃に迎えます。満月を迎えてから8時間以内のアクションが特にパワーが強いのでおすすめなんですが、8時間以内にアクションできない場合も48時間以内にアクションができれば大丈夫です。ホワイトタイムは願いを叶える力が半減し、障害が出やすい時間ですので、アクションをするときはボイドタイムを避けてくださいね。今回は12日の20時8分から13日の午前3時45分の間となります。12日の夜までにできない場合は12日の夜は避けて、13日に起きてからアクションをされるといいですね。ライオンズゲートの最終日はみんなで月の光を浴びて、豊かさのエネルギーでおひたしになりましょう。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それではその動画でお会いしましょう。